YouTube、令和2年、朝8時半ぐらいですかね。仕事のインプットとアウトプットをしたいと思います。で、今大学さんの自転車の配達をしてて、で、ウーバーがちょっとアカウントが停止になって、それも自分自身だった責任だったなっていうふうに思って、やっぱりその自分がすごい慣れちゃってて、こう油かいちゃってたから、結局それにつながったんだなっていうふうに昨日、気づきました。で、久しぶりにやっぱ自転車で配達してすごい新鮮さと、あとその慣れ親しんでたからこそすごいちゃんとできてなかったっていうのが結構あったんで、で、やっぱりそのインプットとアウトプットでが大事で、で終わった後にアウトプットするっていうのが大事で、で、フットサルもバスケも全部そうだなっていうふうに思って、でそれはそのなんか PV とか、視聴者数とかそういうのとは全く関係なくて、純粋に自分がそのインプットとアウトプットをその自分がもっと良くするためにやるっていうことだと思うんですよね。バスケもフットサルもそうで、で、仕事もそうで、でそのプライバシーとかその秘密のその非公開のその公開しちゃいけないこととかはダメなんですけど、そうじゃなくてそのやり方とかをもっとそのブラッシュアップしていくっていう話で、で昨日大学さんで一日配達やってきて、でその一日やって自分の行動とか仕事内容とかどんな感じだったかとか、良かったところと悪かったところと、じゃあ悪かったところは具体的にどうしたらいいかとか、あとアイデアとか、もっとその良くするためのアイデアとか、例えばそのスマホのそのスタンドを自転車に設置しようっていうふうに考えて、で今これ今朝自作したんですけど、これ電動自転車に、でこれ水分もすぐに取れるようにしたんですけど、とかそういうアイデア、その改善点で、あとその電池が、それですね、インプットとアウトプットで、でちょっと水を、昨日は、スマホの充電器 と、電動自転車の充電器を1個忘れちゃったんですよ。2個でやったんですけど、なんでそれでちょっと思ったのが、その電動自転車の電池が限られてるから、その坂以外は極力バッテリーを使わないようにこう節約 しようと思ったんですよね。で平坦な道は普通に漕いでも普通、ちょっと重たいんですけど大丈夫で、坂の時は使おうっていうふうに思ったんですよね。だからそのエネルギー配分を考えたのと、あとそのドコモの、月額会員のやつ使ってみたんですよね。初めて電池がなかったっていうのもあって、で実際に初めてのその試みだったんですけど、結
果的から言う結論から言うとやっぱ やってよかったなっていうふうに思ったんですよね。でなんでかっていうとその30分100円かかるんですけど、それ以上にその快適なその自転車の配達ができたんで、それ以上にそのまあ売り上げは上がったからなんですよね。だけどその電動自転車電池がなかったんで、その自前の電池のない自転車でやってもそのすごい坂道とかすごい大変だったから、昨日の売り上げみたいには多分いかなかったと思うんですよ。途中でもういいやっていう風に切り上げちゃったりとか大変だったと思うんですよね。例えばその文京区のなんだっけ、まあ文京区の音羽根とか江戸川橋とかあっちの辺、五国寺から向こう側行くとすごい坂があるんですよね。でそのドコモの電動自転車だったからなんとかすごい、まあ、バッてすごいそれでもきつかったんですけど、電池のない電動自転車だったら絶対無理だったんですよ。もうで多分その坂道ってその電動自転車って重いからその降りて漕いでも結構大変だったと思うんですよね。なんで、まあ、そのドコモの電動自転車を、まあ、使えてよかったっていうのがもう一個と、あと もう一個新しいそのやり方サービスを、試してみたんですけど、まあ、それも一回ちょっとうまくいかなくて、まあ、その問い合わせカスタマーセンターに問い合わせして、まあ、結果その無事おかげさまで届けられたんですけど、まあ、それも新しく、まあ、一つできたっていうのが良かったのと、あと今日その、渋谷でスタートしたそのチョンパーっていうそのデリバリー、ウーバーイーツみたいなデリバリーのその登録会が Zoom のビデオでそのオンラインで説明会あるんで、まあ、その15時ぐらいに ちょうど休憩がてら、まあ、その説明会を受けて、で、まあ、可能だったら明日からやろうかなっていうふうに思って、まあ、土日とかをちょっとやろうかなっていうふうに思ってます。で、あとその電池なんですけど、まあ、ヤフオクで、ちょっと一応ジャンク扱いの、バッテリーを2つ800円ぐらいで仕入れて、800円とか1000円いかないぐらい仕入れて、で一応今日、まあ、今まで3つだったんですけど、まあ、5個で、まあ、やれるからかなりその電池が、まあ、余裕があるのと、あとその、まあ、昨日みたいにその電動自転車ドコモのを借りたりしてやろうかなっていうふうに思ったのと、まあ、あとその江戸川橋とかも結構いい感じだったんで、まあ、そのドコモの電動自転車がいざとなったら使える場所で、まあ、早稲田とか高田馬場とかそっちの辺でやろうかなっていうふうに思ってます。池袋はちょっと電動自転車がないんで、で、まあ、あともう一つはそのえっ、ー、と睡眠時間の確保と、睡眠時間の確保だと、そのスマホの充電池もなかったんで、そのチャージスポットを、48時間分借りて、まあ、300円だったんですけど、久しぶりに使ってみて思ったのが、すごいこう急速なんですよね、充電池は。だからそのすぐにスマホが充電されるのですごい良かったなっていうふうに思いました。で、あとはそのあとその
信号の待ち時間はもうその配達が押してる間、注文が入ってる状態の時はもうスマホを使わないで、瞑想、半目をして、半目を開いて瞑想をすることで、集中力がその、維持したり高まるのかなっていうふうに思ったので、それを徹底したいと思います。でもなんでかっていうと、多分その並列処理をすると集中力が下がっちゃうからなんですよね。なんで、配達中、注文が入った時はもうそのなんか例えば音楽とかも絶対聞かないようにして、休憩中とか、待ってる待機中はその音楽とか聞いてもいいんですけど、音楽とかそのオーディオとかいいと思うんですけど、もうその配達中は必ずその、ナビタイムのナビだけ一本にして、で片耳だけにして、で休憩中はイヤホン、電池がその Bluetooth がなくなっちゃうんで、でまあそのトレーニングとかバスケしてる間は、Bluetooth イヤホンっていう感じで、そのイヤホンはその場所によってなるべくその電池がなくなっちゃうから、そのイヤホンの方を使うようにして、まあ100均でいいんで、それはそうですね。 あと耳栓もやっぱり外の、ノイズをシャットアウトするっていう意味でも耳栓も大事、まあ、自転車乗ってる時は音が結構ちゃんと聞いてないと危ないんで、あの片耳をナビタイムのナビで、片耳はちゃんと後ろの自転車とかが分かるようにしたいと思います。でそれを、今、今日は朝なんですけど、今4月8日水曜日ぐらいですかね、朝なんですけど、それを夜終わってから、すぐにその今日の仕事の良かったところ悪かったところをすぐにアウトプットするのと、朝はその今日その1日どんな感じにしていくかっていうざっくりしたそのイメージで、その予定はその未定で決定じゃないんで、まあ、ある程度その通りに絶対やるとかじゃないんですけど、っていう感じで、その大体そのいいこうイメージをちょっとその YouTube の動画で、アウトプットすることで一日のイメージを作るっていうその作業、朝のそのアウトプットと夜終わってからのアウトプットを必ずしようかなっていうふうに思いました。で、今日一日はもう そろそろ9時になるんで、出発しようかなっていうふうに余裕を持ったと思うんですけど、まずそのスマホホルダーを設置して、スマホホルダー設置して、でまあ池袋あたりから始めて、で休憩中は、まあ、ボール使って、まあ、ドリブルの練習で、 YouTube でそのドリブルの練習をまあいろいろやり方を学んでそれをやったりとか、ドリブルを中心ですね。でまあコートがゴールがあるところがあったら、まあ、シュートの練習をひたすらするで、配達中はもう本当集中する、それのみに集中する、それ以外のことはスマホとか、まあそのオーディオとか音楽とか一切シャットアウトして、本当に配達だけに集中する。で休憩はちゃんと適度に取る。で多分適度に体を休めないと持たないし、疲れてくるといろいろ
不具合が生じちゃうから、で、まあ、夕方もやって、まあ、夜もやってって感じですかね。で、まあ、SG フックを買おうかなっていうのも思うと、まあ、ローソン100で買ってで、まあ、家帰ったら速攻、まあ、洗濯お急ぎでやって風呂入って、風呂上がったら洗濯すぐ干してすぐ寝るって感じですかね。でもう風呂上がったらすぐに寝るような感じに整えて、電気とかもなるべく消せたら消して、目隠しとかし、あの目隠しのやつとかつけてすぐ寝て、 ASMR 見て寝て、でスマホは見ない。でスマホはもう翌日そのいくらでも起きたらで見れるわけだから、その疲れてる状態でスマホ見るよりも朝こう睡眠を優先して十分に寝た状態で朝見た方が効率もいいし、その入ってくるからっていう感じで、まあ帰りは自転車に乗りながらアウトプットをするっていう感じですかね。